てかね、見た？あのさ、ムチ、ムチ持ってたんだよね。あれさ、戦闘能力めちゃんこ高そうじゃない？ちょっと待って、今日のやつもやばくないか？ちょっと待って、今日出してるやつもやばくないか？これ。ちょ、この手袋、グローブ、グローブ、このグローブエッチじゃないか？どっちかっていうと、そのムチに目がいっちゃって、あれが、なんか風間たちの未来なのかなって思ってたんだよ。これになったら叩かれたいかもしれない、確かに。なんか、多くのルイトモさんたちの気持ちがわかる気がする。ちょっとこの気持ちを忘れないうちにチャットしとこう。よし、満足した。そしてルイネーからチャット返ってきたもん。ごめんよルイネー、ごめんよルイネー、風間の手袋フェチが爆発してちょっと、ミヤドル誤解しないでね。ちょっとさっきさ、ちょっと、ルイネのね、あの、手袋の話して、さっき思いきし風間が、手袋いいだろうって、3D で見た時によく見えて、いいだろうって、ミヤドルにあの、進めてしまったんでござるが、ちょっと、ごめんね。ちょっと、風間が、あの、思いっきり、あの、好きすぎて、語ってしまっただけでござるから、ちょっと許してね、本当に。ちょっと、本当に許して。だって、無知持ってて、あんな手が荒れたら、誰だって目行くだろう。許して！ごめん！ごめん！ちょっと許してみろだろ！怒んないで！ちょっと、切り抜かないでください。ちょっとお願いします。これだけは切り抜かないでください。ちょっと手袋フェチって珍しいって言われちゃった。手が、好きなんだ。ルイネ。許してくれ。変態ってことね、OK って。